手根管症候群狭視下手術に隠れたリスク。どうもです、テゲポン TV です。手外科専門医による医療相談を行っています。それでは本日の質問をどうぞ。手のひら指のしびれについて、病院で診察はしてないですが、症状から手根管症候群だと思います。内視鏡を使用して手術できる病院を教えてください。よろしくお願いします。手根管症候群の手術は通常の切開手術と狭視下手術があり、一長一短でどちらが良いかは手外科が専門の医師の間でも意見が分かれます。狭視下手術は合併症の確率が上がるとの報告もあります。整形外科の中でも手外科が専門の医師に相談されるといいでしょう。手根管症候群に対する手術方法には、小切開で行う手術と内視鏡で行う手術があります。内視鏡で手術を行うメリットとしましては、皮膚切開が小さくなることがあります。内視鏡で行うデメリットとしましては、正中神経を損傷する合併症の危険性があります。正中神経を損傷する危険性は確率的には低いのですが、正中神経を損傷するとその後の治療が極めて困難です。私のところにも退院で内視鏡下で手根管症候群の手術を受けて正中神経を損傷されて治療に困っている患者さんが受診されることがありますが、治療はなかなか難しいです。人工神経によるラッピング等もありますが、メーカーの方で正式に認められている人工神経の使い方ではなく、他に良い治療法がないので実験的に行っている状態です。日本手外科学会のアンケート結果では、学会員の8割の医師が小切開の通常の手術、2割の医師が狭視下手術を行っているという結果でした。私は小切開の通常の手術を行っています。内視鏡手術で神経損傷した患者さんの治療は本当に大変で、結果も悪いので、私は通常の小切開の手術をお勧めします。